けじゃないですか。はい、ルーリーズからですね、女神の、もうじきリリースになります。で、まあどういう特徴があるのっていうところで、まあ聞かれたりするんでですね、少し、ご紹介をさせていただければなと思います。で、まず最初に出すのがですね、ここに8色あります。こちらからですね、フルクリア、クリアレッドオーロララメ、クリアブローシルバーラメですね。それからクリアオーロララメ、クリアマーブル、クリアゼブラ、でクリアギーコ、シルバーラメとチャートタイガーですね。の計8色。で、まあ、大きさは46ミリ。で、まあ、浮力自体はフローティングです。で、重量は 3.6 グラムですね。で、まあ、昨今ですね、メバルのプラッキングですね、が流行ってきて、で、まあ、僕自身もやっぱりそういう釣りをもう最近はするようになって、で、まあ、どうしてもこう、メバルに特化した、ミノーっていうのがですね、リリースしたくて、で、やっぱり一番ミノーって、プラッグの中でもやっぱり中心人物に当たる、いわゆるマストな、プラグだと思ってるんですよね。使いやすいですし、ただまあ、その中で使ってる中でですね、やっぱりメバルのこういうミノってやっぱ空気抵抗も受けてこう飛びが悪いっていうところで、まず一番にこだわって作ったところがこの重心移動システムですね。これを採用したところ、まあ、少しでもいいんですよ。もう本当に3メートル、5メートル、7メートル、まあね、大した距離じゃないんですけど、それだけでも、伸びてくれたらやっぱりこう釣れる幅っていうのが広がると思うんで、まずそこが自分が嫌だったんで、そこをですね、重心移動システムにしました。あとですね、こだわった点といえば、まあこれですね、フローティングのプラグだったら全てにおいて言えるんですけど、やっぱりこうメバルがガツって当たるんですけど乗らない。で、まあ乗らない理由っていろいろあるんですけど、一つは浮力が高いですよね。浮力が強すぎて乗らないっていうことが多いんで、このメバミノーに関してはですね、まあこうね、当然巻いたらぐるぐるぐるって沈んでくれます。まあ最大30センチ沈むんですけど、まあ、ブルブルブルって、沈んでくれるんですけど、その後のですね、浮力をものすごくスローに作ってます。で、これが一つはこうメバルがアタックしてきた時に、バイトしてきた時に少しでもこう針が口に入りやすい浮力をできるだけ殺そうという、目的と、もう一つがですね、やっぱりこう、まあ、もちろん巻いてる時にも来るんです。巻いてる時にも来るけど、一番ですね、ミノーがバイトの出るシーンが多いところっていうのはですね、こうやっぱり巻いた後のこの浮き上がりから表層にポンって出てるこの瞬間なんですね。だからここのブルブルブルって震えて潜ってからこう浮き上がり、これをスローにしてあげることでですね、それこそこうバイト、メバルから見たらバイト捕食活動につなげることができますし、よく見せるっていうことですね。ルアーをよく見せるっていう、まあそれプラスこうバイトした時に針がかりがいいと、ここを求めてこういう形になったというわけなんですね。まあリリースがですね、まあ年度末から、2017年年度末から2018年、年初にかけて、店頭で、並ぶんじゃないかなと思いますけれども、まあ、プラッキングファンの方、ここね数年で、まあ、増加してるんじゃないかなと思いますので、プラッキングファンの方はですね、ぜひお店に出たらですね、チェックいただけたら嬉しいなと思います。今ですね、メバミノ使
ってネバリングしてます。で、まあね、ジグヘッドワームがやっぱりそもそも王道の釣りというか、今まではですね、やっぱそれやる人が主流だったと思うんで、まあ、プラグちょっと自信ないんだよなとかって、いう声もたびたび聞くんですけど、まあ、プラグはプラグでですね、ジグヘッドが届かないところに例えば飛ばしたりとか、ジグヘッドよりもこう、アピール力があったりだとか、あとはですね、まあ、例えばジグヘッドだったらその表層引けないところがプラグだったら、まあ、フローティングとか使えばなんですけど、まあ、表層に浮かせることもできるんで、今まで取れなかった魚がですね、プラグ使うことで結構、取れるシチュエーションも多くなってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、僕が今使ってる、ミノなんですけれども、まあ、釣り方はですね、まあ、当然リーリングすればですね、勝手に泳いでくれます。なんで、まあ、そういう釣り方でもいいんですけど、まあ、僕がよくやる、釣り方は どんなのかっていうのをご説明するとですね、まあ、キャストして、でこれフローティングタイプなんで浮いてるんですけど、まあ、回収してテンションが張ったら、まあ、2、3回巻きます、ゆっくり。そしたらブルブルブルってこう、アピールしてくれって、これ30センチぐらいまでは潜るんですけど、潜ります。でその後の浮き上がりの時、浮き上がらせるんです。そのまま巻いてももちろん活性高い時は来るんですけど、そうじゃない時はですね、まあ、2、3回巻いてブルブルブルっと沈めさせてアピールして、その後フローティングなんで浮き上がります。で浮き上がりの時間を待って、で水中に出たのも待って、まあ、何秒でもいいです。1、2秒、3秒待って、でこれで当たりがなかったらまた巻くと、これの繰り返しです。で大体ですね、まあね、メバルの活性が低くなるにつれてこの釣り方で釣れてくるんですけど、大体ですね、こう浮き上がりの時もしくは水中にポンって浮いてる時にバイトが集中することが多いです。なんで、まあ、透過性の時はですね、もちろんブルブルブルってずっと、まあ、キャストしてそのまま、ね、巻いてきてもいいんですけど、そうじゃなければ今みたいな感じで、ちょっと時間、ね、かかっちゃうんですけど、やっていただけるとよりメバルのバイトを得られやすいんじゃないかなと思いますので、まあね、ぜひ試していただければなと思います。やっぱりですね、メバルってすごいアピール力が強いからですね、ジグヘッドだと、ね、やっぱりこうアピール力がですね、やっぱりその数倍、ジグヘッドの数倍あるんで、まあね、メバルが薄いところとかでもやっぱりすごい引くルアーなんです。だからぜひですね、今までジグヘッドはむしろ使ってこなかったという人はプラグもですね、仲間に入れていただけると、まあ、裾幅が広がるんですね。ナイスメバルです。いや妙計じゃないですか。やりました、メバミノですね。どうした、ね、まあ、リアとテールの
服、こっちもバッチリ着てますね。これ何センチだろう、24、5ありますよね。余計です。赤ですね、赤。え、赤メバルです。はい。今ですね、もうなんかこうね、結構潮位がですね、激しくこのね場所下がってて、ちょっとプラグね、まあ10頭20頭してるんですけど、反応がなかったんで、まあいろいろ。ね、場所変えながら打っていったんですけど反応がなかったんで、ちょっと下がってるなと思ったら、ちょっと愚痴をこぼしてたら来ましたね。でこれですね、赤メバルです。まあメバルの中で言うとですね、ウィードもモニタイトについてるやつです。で僕が今売ってたところもずっと今まではですねブレイクライン売ってたんですけど、ちょっとブレイクラインで反応がなかったんで、今ですねウィードが生えてるゾーンにコースに投げたらですね、今投げたら1投目で振ってきました。まあ赤目割る多分ですね、まあ釣り方によっても変わると思うんです。釣り方とかエリアによって変わると思うんですけど、まあ僕がいる九州だとですね、もうやっぱすごく少ないんです。で白メバル多くて、で潮が通すところだとブルーバックが多くて、で赤メバルはですね、もう極端に少ないんで、すごい貴重なメバルですね。綺麗ですよね、見てても。